クラブゲームス。キャプテン翼、戦えドリームチーム。こんにちは、どうも、ボッカンとこと申します。キャプテン翼、戦えドリームチーム、こちらのゲームをね、本日の実況プレイしていきたいと思います。それではいきます。はい、それでは始まりました。新しいね、まあ、ガチャが来ておりますので、本日はこのね、ライジングさんガチャかな。まあ見ていきますか。とりあえず、はい、キャプテン翼、最新シリーズライジングさんのキャラクターが登場ということで、新選手追加ガチャ、ライジングさん新たなる挑戦、こちらのねガチャを、10連回していきたいと思います。こっちか、こっちですね。はい、まあ、詳細として、まあ、新参選手の出現率が超絶アップ、10連で1枠 SR 以上が確定ということで、まあ、この美咲くんが欲しいですよね。で、美咲くんね、あの、SSR の美咲くん持ってるんで、まあ、このね、美咲くんと合わせてね、強い美咲くんができたらなと思います。はい、ちなみにですけれども、まあ、こんな感じですね。先行雷獣シュートがメイン必殺技で持ってるということで、これちょっと素晴らしそうですよね。SSR、僕持ってんの、この SSR かな？違うか、イベントシナリオか、これは。はい、あと、もしくは、ブライアン・クライフォート、フォートかな？とか、まあ、エスパダス、まあ、キーパーがね、まあ、微妙なんで。欲しいっちゃ欲しいです。で、提供割合ですけれども、SSR が 3%、ちょっと厳しいですよね。まあ、10連引いたら、まあ、ちょっと出えへんか。さすがに。で、青い信号、まあ、0.333% で、三崎太郎、エスパダス、クライフォートが当たる感じかな。あとは、若島はですね、9が56がいますね。少年時代とかか。オードラ翼、王者南葛のオードラ翼くん。まあ、スーパーグレートゴールキーパーの若林玄三とかもいるんで、まあ、その辺でもいいかな。ミューラーとかもおるな。シュナイダーもおるな。結構良くない？サンターナもおるし。OK。ということで、まあね、今日はこれの10連を引いていきたいと思います。SR 以上1枠確定ということですね。まあ、1枠。SSR がでも欲しいですよね、どう考えてもね。まあ、とりあえず行きますか。なかなかね、まあ、このガチャ、回してる人はあまりいないんですけれどもね。まあ、これを機に回していきたいです。行きましょう。まず演出ね、来てほしいですね。あれ、これはもうあかんな。でも、でも行くで。まだ分からへんで。ファイヤー！あかん。俺の全力だ。ダメなオーラ出しまくりやねんか。でもまあ、全員集合や。なんか一個変わって。変わらんか。変わらんね。はい。厳しい。俺たちは真の世界一を目指してサッカーを始める。ヘパタクローの子たちちゃん。まだ分からんぞ。ペナルティエリア外からのシュートは決めさせ。来い。キャプテンとのコンビプレーは最強だぜ。まだやね。来い。いいんだね。相手が強いや。伊藤君。ダメか。はい。これでもう引けないんで、とりあえず。7回ガチャってみる？ライジングさん。なあ、所持してるやつ全部行ってみたろうか。1個打つな。まだ分かれんからな。10連ではちょっとあかんかったっていうだけで。ダメだ。行くぞ、翼！ナトゥレーザ！ナトゥレーザの分だけはもらいますか。行け、翼！音沙汰なしです。オッケー、まあ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 。パワーでは負けない。誰や。オッケーオッケー。もう一回ガチャるわ。これ単発でいくのどうなんやろな。10連の方がなんかいいの出る気がするんで。あかん。行くぜ翼。来い、キューガ君。全然揃ってないわ。行け翼。なんか熱い予想何一つしない。オッケー、まあ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 。この仕事し、神様に任せておきな。まだ分からんぞ。あと5回あるわけだからね。おーしよしよし。じゃあ金だった。金ってでもこれ確かスーパーレアなんだな。音沙汰なしこれも。あかん。きついな。オッケーオッケー。まだ行くで。あと4回あるからね。結局17連なのか。じゃあ、赤。行くぞ、翼くん。うん。美咲くん。ゴールデンコンビ。ツインシュートだ。一応みんな揃ったけど。行け、
翼。ダメか、これ式の演出では無理か。ゲームメイクなら任せておけ。任せるわ伊沢くん。日本代表やからね、一応ね、確かユースの時ね。ちゃうわ、8番でなんかディフェンダーぐらいやってなかった、最近見たやつ。行くぞ翼くん。最近見たやつちゃうな、ユースか。行け、うわ3人しかない。シュートだ。3人やで、ね、お、なんかちょっとダメかボールは揺れてんねんけど、ブレ玉なんて。あーだ、たけし、たけしか。やば、あと2回や。2回で果たしてみんなが納得するような選手が出るのか。行くぜ翼。来い九田くん。ダメです、辛いなこのガチャ。半端やからな、7回見て10回引いたところで10回 10% え、10分の1やったら 10%。 このチームのゴールは俺に任せろ。大体ね、こういうね、ガシャ系僕ね、外し倒すからね。ラストや、これ。ラストや。頼む、最後に。終わった。行くぞ、翼くん。終わった。サク行け、どういった、2人か、どういった。行け、翼。あかん。ボール、80、もう、分かれへん。わからない。はい、ということでね、所持したボールすべて使い切ったんですけれども、まあ、いい選手というか、まあ、SSR 出ることなくということで、まあ、非常に残念ですがね、まあ、またね、頑張ってね、まあ、ボール、エナボじゃん、虹玉、貯めて、またね、次のガチャぐらいかな、また挑戦したいと思います。ということでね、今日はもう非常に残念ですが、ここで終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。なんじゃこれ、来たかこれ。おお、一個虹玉なんだけど。